アジア王者降臨。また。チップスターが主食なんで。全然外出ないですか。はい、今日で半年ぶりぐらいです。どんな子でした。まあ一言で言えば変わった子でした。こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、失礼します、はい。こちらはご実家ですか。はい、そうです。時間かかります？いや、1分ぐらい。早っ。そんなできないっす。早くは。手の方がかっこいいよ。おお。おお。確かに置いてタイムストップやもんね。距離は確か。面白い。今の目は。面白かったですね。ザコウっていう名前って何なんですか。名前の由来。適当。なんもないっすね。かっこいいか。いや、もう適当に。なんかニックネームつけるアプリみたいなウェブサイトで適当に決定をして出しましたね。あれ、ランダムでこれ。ランダムで適当に文字並べてくれるやつ使って並べました。何の意味もないですね。何の意味もないけど。ご飯は結構何でも食べる。何も食べないですね。何も食べない。何も食べないです。何が好きですか、逆に。ラーメンとこのチップスターです。まあ今ゲームでね、プロでやられてますけど、はい、なんか他に夢とかあったりしたんですか。いや、何もなかったですね。今ゲーム楽しいなみたいな感じで、ゲームで稼げたらなみたいなのはちょっと思ってたりしましたね。から始めました。2年前ぐらいから始めて、ちょっと前にその、まあ、半年ぐらい後に競技触ったみたいな感じです。結構最初からまあにハマってたゲーム、ある程度はその一緒にやってるメンバーの中では一番うまかったんで、それで出てみて、まあそんなに非常に取れなくて、そこからずっとやって頑張ってました。どんな時が一番楽しいですか。勝った時ですね。勝った時とその競技でいい順位取れた時ですね。プレイスタイル的にはどうなんですか。プレイスタイル的には正直その、まあ、エイム頼りみたいな感じです。もうその打ち合いに持っていって、そのエイムのその実力で倒すみたいな感じです。
どうですか、そのプロチームから声かかった時って。あ、結構嬉しかったですね、正直。結構その入ってほしいみたいな感じで言われたんで行ったんですけど、結構やっぱサポートがしっかりしてます、やっぱプロチームなんで。上で、こう大事なポイントってどこですか、はい、相方としていいなって思うところ。ああ、相性ですね。なんかその気が合うっていうか、役割分担はされてるんですか。そうですね、僕がそのまあいろいろ指示して、まあ、ミリムさんが戦う感じですね。待って、これハードマット全部ね、プレッシャープレッシャー、またせーの、終わった？やった。やばい。下がって。ミリム、エリア戻り、エリア戻り。フルト、これ入ろう、いくよ。せーの。下から入るわ。死んだ死んだ。100、白と30。やった？やった？進行できる？前プレイでしょ？いいよ。こっちから出るよ。いいよ、せーの。めっちゃ来てろ。これだ。オッケー。いいよ。入るわ。終わった。ナイス！シャッ！チチチチ。そうやろ。そうやろ。勝てたのってなんでなんだろう。そうですね、結構その大会前に FNCS 前に前日とかにリプレイ見て、結構立ち回りとか見てやってました。気持ち的にはどうでした、その瞬間っていうのは。あ、一番嬉しかったです、やってた中でフォートナイト。結構楽しみですね、そのまだ経験したことないんで、海外のレベルに、うん、警戒できてないところがあるんで、たまにその忘れてるっていうか、そこ直せたらいけるんですけど、それは、あそこに敵いたのにっていう感じですか。そうですね、そのケアレスミスもっとなくせば、多分もっといけますね、上位。その僕のそのケアレスミスとかがないバージョンが多分 EU とかなんで。すごいいっぱいいる。足りないですね、多分実力が。世界で通用するぐらい強くなりたいです、ね、正直。アジアだけで今多分今トップなんですけど、多分 EU とか行ってもトップになれないんです。 EU でも行けるようになりたいですね。次回、ザゴーの本当の姿が語られる。全然外出ないですか。はい、今日で半年ぶりぐらいですね。家から出ると。はい。買い物とかどうしてですか。買い物とか行かないです。チップスターが主食なんで、アマゾンで。懐かしいですか。一番覚えてるのは1年生の時の宿泊研修の時に、お前覚えてる？言わん方がいい。いや、言っても大丈夫。